ピッチャーが変わるようです。3人目羽清がコールされました。あ、竹清がコールされました。代わりに変わりまして竹清、マリンズのピッチャー竹清、背番号11。3点取られた後、まず1点を返しました。松中のセンター犠牲フライ、7対5、2点差。安田さん、はい、その松中なんですけどね、あの試合前に話を聞きますとね、早くは決めたいんだけども、とにかく自分たちで勝ってくださいと、あの去年優勝を決めた試合であの松中がノーヒットだったんですね、ですからのその優勝を決める試合で打ちたいと、自分で打って決めたいというふうにね、こういう話ですね。しかし、まあ、今日も松中はこのゲームの中で2打点を挙げる活躍を見せています。清水直行からサウスポーの河合2人目、4回5回と投稿しましたが、6回1点を許しまして、3人目竹清にマウンドを譲ります。42試合目の登板になります。2勝3敗。先発のゲームもありましたが、ほぼ中継ぎとしてシーズンペナントレースに加わりました竹清。ちょうど大栄戦は10試合目の登板です。では序盤から苦しむ部分があって、どうでしょうかね、延べの先発ピッチャーの名前で見るとかなり多いですよね。いますね。あのその中でもですね、はい、やはりあの小野というピッチャーがですね、はい、非常にそのいい仕事を働きしましたよね、してますよね、はい。まあ、やはりあのロッテにとってはエース黒木側、の立ち上げ原崎からですね、なかなかその思うようなピッチャーができなかった、勝てなかったというのがやはり誤算、まあ、僕もあるでしょうね。そうですね。この8月って非常にその8月ですか、状態良くなりましたけどね、はい、8勝12敗まで押し込みまして、9月はピッチャーの部門のパ・リーグ MVP にも選ばれました。さてこちらは2点差と追い上げてきた大栄ですが、グリーンスタジアム神戸の石川さん、はい、聞いてる。3対1というアリアスのホームランもしましたが、変わりませんか。はい、変わりませんね。7回の裏が始まって、今もラストバッターの田口が今ちょうどところでツーアウトになったところです、ここまで中が1人で投げてるんですが、あの球はねそこそこ走ってるのかなって感じはするんですが、キャッチャーの中島のね、考えたところになかなか行かないんですよね、でちょっとコントロール苦労してるのかな、それともそのオリックスがその先ほどのあれ球に手こずってるのかなという感じで、ここまでオリックスはヒット5本で、はい、先ほど小野塚さんもお伝えていましたけども、アリアスのホームランヒットですね、ランナーは3塁まで進んでいるんですが、はい、オリックスまず1本が出ないと、なんとか高田さん決まってください。標準に長打になりそうです。ツーベースヒットで2塁3塁ワンアウトランナー2塁3塁です。石川さんどうぞ。はい、というところで7回の裏まで進んで、はい、3対1セーブリードして変わりません。はい、またの声をお願いします。セーブが2点リード、大栄が2点差に追い上げて、城島が三塁線を破っていきました。7番ライト秋山、同点のチャンスを作りました。ワンアウトランナー二塁三塁でバッター秋山を迎えます。最近の城島のバッティングといいましても、あのヒットでもコースがいろいろですし、はい、非常にいいように見えるんですね。そうなんですよね。やはり近めのボールはもう持ち強さ、スイングする、あとですね、非常に一番進行でもですね、うまくタイミング合わせてその幅広く打ってるんですよね、はい、
彼の持っているその非常にその何とも言えない良さというかですね、なかなかの他の選手が真似できないものってあると思うんですよね、はい、当然それはキャッチャーによってそういう読みというのもあると思いますけど、浅めのフライ次ランナーここスタートバックホームのボール返ってくる福浦からタッチアウト。かなり浅いフライですがここを突っ込みました。福浦からのバックホームでダブルプレー。